日朝ですね。わあ気持ちいい。すごいです。お口いただいてます。あ、痛みの方はあの、いやー、オーナーのミヤさんに送っていただきました。 BM オープンカー See you! ありがとう。いやー、いいね、ここは。ここから今、シティに行けるってことで。もう行けんのか、ここから。すごいな。うひょー、ここからシティ、あそこがシティですからね。それでこの綺麗さ、あそこがシティでこの綺麗さですよ。もう完成されてる。すごいな、すごいな。こんなんでいけるんだ。なんだろうこれ、インテラ豪華客船がちょっと止まってんのかな。街が最高すぎる、港が綺麗すぎる。今日の宿に行くまでにレーボンカフェ、どこですか。ここはセントラル。あったあった、あーレーボンカフェ。まさかの別支店に行ってしまった。まさかの別支店、昨日行ったところ近くだな。本当はオフィス街だよこれ。すごいね。あ、綺麗だなここね。すごい綺麗。レーボンカフェ、レーボンカフェか。宿まで大体30分、3キロ。この街はどんな街なんだろうな。暑い。3キロ、重りはたった3キロなのに両足で6キロ、後ろの重さが10キロかなぐらいなのね。着きました。ここら辺もやっぱここ通ったな、向こうから、こっちから通ったわ、後ろの方から。ハリケーンゲリにおすすめしていただいたタウンです。今から明日の朝ごはんとビールとかお酒を買いに。まあでも昨日のところの方が圧倒的にいいな。
スタスタディオルームをエンタープリーズ。本物かな。あ、本物だ。造花じゃない、ちゃんとしてる。ちょっと豪華さが半端ないですね。ロケーションはでもすごいや。で、自分の部屋はここです。今日は。